こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、松屋で期間限定販売の商品を3種類買ってきたんですけど、タルタルチキン定食弁当を2つ、ビビン丼を2つ、チーズポテト牛めしを2つ、なんか美味しそうだったたっぷりネギ玉丼を2つ買ってきました。全部で8点です。いやね、今回ね、このチーズポテト牛っていうのがめちゃめちゃ美味しそうなんですよ。やばいですね。前のね、ブラウンソースハンバーグのチーズが乗ったやつも超美味しかったですからね。もうお肉とね、牛は合います。いただきます。チーズね、固まるけんさ、先に食べようかな。まちろんね、なんかこの黒胡椒をつけてくれてますね。結構、あ、黒胡椒になって黒七味ね。見てください、めっちゃ美味しそうです。真ん中にあるのはポテトです。チーズ最高ですね。チーズとポテト絶対合いますもんね。美味しそう。ほのかに甘みがあるふわふわのポテトにチーズが絡んどって超美味しいです。お肉もね、うまいですね。お肉もあるからご飯ともすごくよく合う。松屋のお肉ってさ、柔らかくて程よく脂身がついててめっちゃ好き。でこのサラダはね、タルタルチキン定食についたとサラダやけど、まあ一緒に食べます。ごまとれ美味しいですね。2杯目です。チーズってさ、冷めるとさすぐ固まるやん。でもポテトがふわふわやけどめっちゃ美味しいです。このお肉最高ですね。次はこちら、タルタルチキン定食です。七味かけようかな。あー、もうタルタルチキン美味しそうですね。タルタルの味がね、めっちゃ濃くってね、超美味しいです。鶏肉もね、甘辛いソースがかかってて美味しいです。玉ねぎも入ってますね。ソース結構あるけど、ご飯にかけよう。タルタルとそのソースがさ、合わさってめっちゃご飯が進みます。次はビビン丼です。これなんかね、復活メニューらしいです。温泉卵が美味しそうですね。おお、美味しそう。きんぴらごぼうみたいなと、キムチと牛肉、ほうれん草、いろいろ入ってて超具だくさんですね。美味しそう。キムチの辛みとお肉が卵に絡んで超美味しいです。ビビンバってじゃあ混ぜて食べるのかな。いろんな野菜も味わえていいですね。ネギ玉牛めしです。もう温泉卵が乗ってます。これは黒ごま焙煎七味がついてますね。すごいね、やっぱり香りがいいです。めっちゃ美味しそう。いいですね、卵の色綺麗ですね。ネギのね、香りと食感がね、いいですね。さっぱりしてます。で卵がね、またまろやかにしてくれてますね。最後の一口いただきます。
うん、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。一番今好きだったのはチーズポテト牛めしですね。ポテトとチーズ合わさったのめちゃくちゃ美味しかったです。で牛めしがねやっぱり美味しい。チーズポテトと牛めしがね別々でも美味しいんですけど、でも両方美味しいものだからすごく美味しかったです。タルタルチキン定食もねビビン丼もね両方美味しかったです。でとっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日のご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらよかったらコメント欄などで教えてください。この動画がよかったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。